ダークエネルギーというものがアルナス大陸に現れてから100年が経った。動物から進化してきたミスティが築いた文明世界は闇の深淵からの怪物に破壊された。わずかなミスティだけが生き残って廃墟になった世界で、ダークエネルギーの侵食に抵抗している。そのダークエネルギーはミスティにとって致命的な存在だった。最初は不安になり、次に攻撃的に、最後は自己制御を失って、やがて体は急速に腐り始め、侵食され続ければ、最終的には意識と理性をなくす。ミスティたちは神様を信じ、その存在も信じている。シェラミスティというのは神様のような力を持っているミスティだ。彼らは世界の秩序を維持し、ミスティたちに崇拝されていた。しかし、ダークエネルギーが爆発した後、多くのシェラミスティは汚染された生き物やダークエネルギーと戦うことができなかった。ほとんどのミスティが生きる場所を放棄して姿を消したが、わずかなミスティが果敢にダークエネルギーの猛威に抵抗していた。Hey!
やっと現れたのね。私がここに来ることを知っていたんでしょう。この秘境からそれほど遠くはなかったからね。私が迎えに来ても不思議はないでしょう。あなたの行動は大陸を壊滅させ、恐怖と絶望をもたらしたのよ。数百万の罪のないミスティたちがダークエネルギーに殺された。私がここに来る理由は分かっているはず。あら、全部私のせいにするの？それとも直接私を殺してあなたの願いを達成させる？貴様、よく考えてみて。あなたが言った罪のないとは一体どういう意味かしら。本当に一人のミスティの力だけでこの大陸の全てのダークエネルギーを支配できると思っているの？その罪なきミスティたちはかつてあなたをどう扱ったのかしら。ただの操り人形、死んでも構わないモブ。闇が彼らを汚染したのか、それともダークエネルギーを招いたのは彼ら自身？選手五段のメンバーはダークエネルギーを利用してさらに強い力を得ようとしているわ。嘘。聞いて、私はあなたに手を出すつもりはない。本当よ、あなたの勇気は尊敬に値する。だから目の前のことを理解してほしいの。あなたはこの世界を変えられる数少ない大陸のミスティの一人。信仰や正義というものを語る人に騙されないで。あなたの人生はまだ長い。盲目的に能力を追求するばかりの下等ミスティよりもはるかに長いのよ。
ストリア神聖守護団は、大陸最後のミスティ文明の組織。城が壊された後、守護団は、城の再建と、住民を守る使命を担っていた。守護団は、現存する最強のシェラミスティ、天孫様を最高の神として信仰し、武力と元素の魔法を操り、団長サイナーと副団長のリサの導きで、守護団は引き続き、侵入した魔物を退治した。そして、ストリアの廃墟に、新たなミスティ浄土を建てた。リサ、黒猫が帰ってきましたよ。黒猫が？私たちが何年も追ってきた黒羽の痕跡を見つけて、彼女が身につけていたものを持って帰ってきたんですって。作戦室で待つように伝えろ。すぐ行く。はーい。それから。何ですか？二度とイサと呼ぶな。端的に言えば、ダークエネルギーの侵入は未だに続いている。我々は、場外の汚染された生き物の動向にも警戒する必要がある。もしお前が見つけたものが価値のある情報なら、私はそう願うが。見せてみろ。これは？黒羽のものよ。私は彼女を追って、呪われた森の奥まで行ったの。彼女は私と何度か戦って、逃げていった。その時に落としたものよ。奴の正体は？エアーエリア。最も神秘的な異能を持つ支配者でした。かつて守護団で、外の生き物からの攻撃を何度も防いだんですよ。たった一人で。彼女はどこへ行ったのだ？汚染された生き物が城国を破壊した時に彼女は消えて、その後、彼女を見た人はいません。みんな、エイアーは汚染された生き物との戦いを恐れて逃げたと考えていて、歴史書にもそのように記されています。でも、その大災厄から100年以上も過ぎていますし、エイアーはとっくにこの世界から消えているんじゃないでしょうか。エイアーはダークエネルギーを制御し、またその侵食を受けないシェラミスティだと言われていた。我々の知る限り、彼女はダークエネルギーを持っている唯一のシェラミスティだ。異能は確かに人を長い間年を取らない状態に維持できるが、まるで時間の流れが体に閉じ込められているかのようだな。リサ、去ったエアは何歳だ？ちょっと待ってください。ここには書かれてないですね。19歳。これは彼女が言っていた年です。彼女はシェラミスティだから、この国で生まれたミスティではないとしても、彼女の素性を疑う者はいません。今は、エアーは逃亡先にいるだけでなく、おそらく汚染された生き物を守護団からかくまっていると思われます。この新しい任務は、お前がいないと完成しない。二つの山の境目には、非常に狭い天然の通路があって、迷いの峡谷と呼ばれている。しかし、この通路は長年濃霧に覆われていて、そこには攻撃性の強いダークエネルギーが数多く隠れている。ここを通ったミスティは、二度と戻ってこなかった。前に派遣された特派も同じだ。お前は私たちのメンバーではないが、能力は守護団の中でも、一二を争うほど高い。迷いの峡谷で何が起こったか、調査をお前に依頼したい。この問題が解決できれば、我々は神に強いエネルギーを求めることができる。何一つ発見できないまま、先見特派は死んだのね。知らない方が良かったわ。これは最高機密だ。我々のイメージを守るため、都市のミスティたちを安心させるため、戦いに失敗は許されない。これがお前にとってどういう意味か、わかるだろう。死ぬことなど認めない。どちらにせよ、
それは私にどうこうできることじゃないわ。強国に送られるということは、戦って勝つか、あるいは私が死ぬか、でしょ。そんなこと言わないで。サイナーのことは信じられなくても私を信じて。幼馴染を死なせたくない。わかったわ。送って。強国の奥の状態は不明だ。魔法で送ることもできるかどうか、まだわからんのだ。この通路は峡谷の入り口に通じている。気をつけて行くぞ。まだやることがたくさんあるからな。
悪い夢よ。おかしいわ。この場所には穴なんてないはずだけど。ああ、人のものを勝手に動かしちゃダメだよ。あれ？あれあれ？おかしいな。君は蝕まれていないミスティだね。どうして一人でこんなところにいるの？怖くはないの？あなたは誰？なぜこの場所にいるの？自分で言うより先に相手に質問するのか？失礼な子だな。まあいいか。普通のミスティと言い争いたくないから教えてやろう。僕の名前はヴィラン、名もなき宝物収集家だ。僕は大陸でいろいろなものを集めてこの厳冷の里に置く。それから僕にはダークエネルギーの力は及ばない。そういう種族でね。姉さんはこの能力を生かして魔物に対抗しているけど、
僕はね、せっかく大陸のどこでも行けるんだから、隅々まで冒険して宝物を集める方が面白いと思うんだけどね。それで、君は誰？まあ、それは僕にとってはどうでもいいんだけど。いい感じの原爆を僕のところに持ってくれば、君に宝物をあげるよ。ミスティの原爆？知らないの？ミスティの体内には多かれ少なかれ原爆が含まれていて、その原爆でミスティの能力は大まかに決まるんだ。でも幻覚を持ったテオミスティしか他のミスティの体から幻覚を引き出せない。君の姿からすると少なくともテオミスティだと思うけど、こんなことも知らないなんて、とぼけてるの？君はここで魔物を倒して幻覚とダークエネルギーをいっぱい集められるでしょう。僕の幻霊の里は内部空間を維持するために一定の幻覚が必要なんだ。君が幻覚を持ってきてくれたら宝物と交換するよ。あなたは自分で幻覚を集めないの？え？僕には戦う才能がないからさ、ここの怪物にはかなわないよ。もし奴らに見つかったらこんなところでゆっくり休んでいられない。わかったわ。初めて会った記念に宝物をあげよう。きっと必要になるよ。君ならきっと幻覚をたくさん集められるよ。じゃあね。もし君が生きていたらまた会おうね。
ここが峡谷でのキーの源。
Thank you.
あら、長い間ここには誰も来なかったのに。生命の息吹を感じる。あなたは生きているミスティ？あ、変な質問をしてごめんなさい。ここはいつも私と同じような魂が来ているだけだから、ちょっとドキドキしちゃいました。私はクリス、大陸の指導者。あ、それはもう50年も前のことですけれど、肉体がなくなってからも私はずっとこの場所にいます。ここは私の家、峡谷の霧の奥に隠された場所。いろいろな障害を乗り越えてここに来たのでしょ？何かご用ですか？指導者？指導者、大陸上では預言者のような存在。それが私。私の幻覚は大陸で発生したことすべてを感知することができ、それらを神託の形で各都市に伝えてきたのです。私の指示によってかつてのミスティ都市国家は何度も危機を乗り越えました。ですが30年前の大災厄で全ての文明が滅び、誰も指導者を必要としなくなりました。私の肉体はもうなくなってしまいましたが、幻覚の意識で研究を続けてきたのです。ただ魂になってから幻覚の意識は薄くなってきて、今の私の感知能力では大陸全体を見ることが難しくなってきました。ですがある程度の世界は以前と同じように見ることができます。エルミスティ？魂は生きているけれど生き物ではないの。幻覚を持つミスティが亡くなった時、体内の幻覚が非常に強ければ霊幻覚という形で世界にとどまることができます。霊幻覚は死んだミスティの思考や感情を集め、それをもとに幻影の体を再現するのです。もちろん幻影の体は全てのミスティに見えるわけではありません。霊幻覚を見ることができるのは自身も幻覚を持つテオミスティ以上のミスティだけです。幻覚は霊幻覚と直接交流し、映像としてミスティの目に姿を映すことができるのです。もしあなたが私と同じようなエルミスティを見たら声をかけてあげてください。彼らは生きているミスティに危害は加えません。普段彼らが誰かと接触することはありません。喋る相手も自分自身だけですから。もしあなたがミスティを見つけてあげたら、彼らはきっと喜ぶはずです。外に浮かんでいる建造物は何？あの建物は昔から存在し、ミスティによって見える形が違うと言われています。あれが峡谷でのキーの源？この場所の怪物と関係があるとは私は思えない。以前世界が繁栄していた頃、私は他の土地でもあれを見たことがあるんです。当時のミスティには蜃気楼と呼ばれていました。現象があちこちに現れるので少し怖いのですが、みんなは理想郷の象徴だと思っているみたいですね。でも今はそこは強いエネルギーに包まれているように感じて近づくことはできません。私は自分が誰なのか覚えていない。黒猫か暗影と呼ばれているわ。ストリアの守護団が私に霧の峡谷の異変調査を命じたの。彼らはいつも危険な任務を私に依頼してくる。でも私は今まで失敗したことがないわ。ああ、あなたも忘れ去られた放浪者だったのですね。あなたはとても得意な存在のよう。私はそれを解き明かしてみたい。これは一体、体内のエネルギーが見えないなんて、まさか。いえ、きっと私の思い違いでしょう。
峡谷での変異は一掃されました。外には元の場所に戻れる異次元の道がありますけれど、あなたのことは何一つ分かっていません。私は必ずあなたの謎を解明してみせます。